今、やばい。あ、やばい。ちょっと今すごい刑事さんが重要なこと言ったんよ。刑事さんすごい、この時点で気づいてたんだ。蘭丸くんに、アスナロの人間がいるって言われる前の、その全部探索し終わった後にみんなで一緒にいるべきだか、それぞれ別々に探索した方がいいですよっていう選択肢のところで、別の選択肢選んでみたんですよ。そしたら、刑事さんが、ダミーズの中に怪しい動きをしてる人物がいるっていう風なことを言ってたんですね。で、それを今普通にセリフ読んだんだけど、録画してませんでした。はい。誰ですか？それが特定できないんだ。大勢だと行動がつかみきれないんだよね。だから、ペア行動してみない？一対一ならよく観察できるしね。しかし、みんな修羅場を何度もくぐってきたんだ。大丈夫だよ。わかりました。ってことで、別々で行動することになったよ。カンナ、この人と行動するんですか？いや、ていうか、あれだね。車田さん、カンナちゃんのことなんて簡単に殺せたはずなのにさ、殺さなかったんだね。なんか、見た目っていうか見かけによらずやっぱいい人なのかも。あ、レコちゃんがついてきたからか。なるほどね。多分一人になってたら死んでたかもしれないね。メイプルちゃん、恐ろしいね。告白ですか？告白ですか？なんだその敬語は。冗談だ。大事な話って？っていうことですね。ここであれだね、多分。実は殺さなきゃいけねえんだってことを言おうとしたんじゃねえのかな。蘭丸ちゃん。やるやん。身を守る必要はあると思います。持っていくべきです。ほら、サラさんも言ってるじゃないか。任せてくれ。随分自分で持ちたがるね。なんだよ。まだ信用してくれないのか。やめとこうよ、早坂。おまわりさんは私たちを観察してるんだよ。信用されなかったら私たちは終わり。まあ一番ひな子ちゃんがね、頭回してる感じするよね。ペアは嫌ですか？舞さんとペアは嫌でしたか？そんなことねえぜよ。舞は悪いやつじゃなさそうだしな。ただ、日常で会いたかったきゃ。こういう時はやりづらいからな。オンとオフを切り替えづらいんだろうな。そうだよね。ええじゃないよ。緑！調子はどうだい、サラさん。あれ、アンズの姿が見えないけど、まさかもう死んじゃった？これは、また人工知能かな。違うよ、ただのテレビ通話さ。だね。蘭丸。受け取れねえよ。そんなの。受け取ってくれないんだね。まあ、そりゃそうだわ。だって、罪悪感あるもんね、蘭丸くんにはね。緑を捕まえる前までに、こう、ペアを殺さなきゃいけないって言われてるっていう状況の中、これを、サラちゃんから渡されても受け取れないと思う。わかる。僕は別に、なんてことない普通の人だよ。コンビニでアルバイトをしてるフリーターさん。こんな人間どこにもいるでしょ。本当にそうなのか？何かないか。あ、これで緑について結局聞くことになるんだ。なるほどね。戦おう。戦う。ここで決着をつけるんだ。思い出すんだ。仲間の無念を。あんな奴。なんで足が前へ進まないんだ！私にはまだ、この手で殺す覚悟ができてないのか。他の方法にしない？え？くだらないじゃない。暴力なんて。ルール決めて取り合おうよ。命。そうだなぁ。じゃあ、鬼ごっこにしようか。
なるほどね。こうなるんだ。もう、やっぱり、組まれてたんだね。こういう風に。これ、ちょっと、舞ちゃんにやってもらおうか。花火があるなら燃やしちゃう？こんなところで火遊びは危ないかな？やってもらおう。まずいね、多分。部屋に火がついてしまった。嘘！なんでこんなに火が？これじゃ戦うどころじゃない。部屋全体に炎が燃え広がっていく。違う！こんなの嫌！逃げ場がないよ！こんなところで、俺たちは！まあそうだわ。そりゃそうだわ。こんなすげえ燃え広がり方しそうな部屋で火つけたらそりゃそうなるわ。よかった。この前選ばなくて。まあ早坂さん死んじゃったんだけどね。選ばなくてよかったね。銀くんやったぞ。本棚でしまったぞって銀くんに報告すんのかわいいな、早坂。お前すごいじゃん。他の本も全部お片付けしてくれわ。勘弁してくれ。これ以上はできそうにない。でも少しは時間稼ぎになった気がする。なるほど。みんなストップ。ここは図書館だ。静かにしてみよう。これをやったら多分早坂さんが助かるんだと思うから、ちょっとやってみようか。いや、いいね。かっこいい。本たちは元の本棚に戻っていった。図書室では静かにってことかな。図書館は静寂を取り戻した。これで、スーツメガネこと早坂が助かったわけだ。無事かね、スーツメガネ。僕は大丈夫さ。それより、緑は、逃げられちまった。早く探さないと、サラさんの首輪が。そうだ、首輪が。首輪に手を近づけると、赤い光が肌を照らした。今、何分経った？まずい。早くしないと、首輪が。あれ、首が締まっている。サラ！違う。気のせいだ。わかってる。わかってるだろう。もう何度もこんなの乗り越えてきたじゃないか。何度も。死にたく、ない。こんなの、なれるわけないだろう。ダメだ。不安な顔をしちゃ。仲間が見てるんだぞ。私はみんなの心の支えになってるんだから。カンナにやらせてください。背中に手の温かさを感じる。初めて会った時、こうしてサラさんは落ち着かせてくれましたよね。何してるんだ、カンナ！やめて！大丈夫です。犠牲になる気なんて、ありません。きっと何とかします。緑さんを、見つけましょう。カンナ。カンナちゃんの心意気だけ、受け取っておくよ。刑事さんは、カンナの肩をそっと叩いた。元おまわりさんの出番だ。悪い奴は逮捕しなきゃね。そう来なくちゃな、刑事！刑事さん。子供に危ない橋を渡らせる大人は、かっこ悪いからね。さ、全員の力が必要だよ。またバラバラに分かれて捜索するんだ。ああ、絶対に見つけて終わらせてやんよ！絶対に見つけます。だおい、それじゃあ行くわ。みんな、
ありがとう。いや、いい人たちだよ、本当に。あんまり好きじゃない。あんまり好きじゃないな。好きとか嫌いとかそんな場合じゃねえだろ。きっともっと仲良くなれる。また来てね。いや、好きだよ、私、蘭丸くんのこと。ごめんって。ちょ、意地悪言いたくなっちゃうのよ、君なんか知らんけど。殺す。お前だけは、俺が殺す。やる気みたいだね。憎しみはいいね。その人の中の 100% を僕で満たせる。死ね、緑。遊ぼうか、最高のステージで。なんだよこれ。壊れた人形の墓場さ。緑と刑事は睨み合っている。落ち着けよ刑事。全員で連携して追い詰めるんだ。さあ戻ってまいりました。名前を緑にした状態で、アンズちゃん生存、早坂さんがいないっていうルートで、戻ってまいりました。他のルートでもセーブしておりますので、そこはね、何卒お楽しみにということで。いや、意外と大変だったよ。セーブしましょう。ファイル60ね。 OK。 刑事さんのことをとりあえずなんとか落ち着かせないといけないけれども、みんなの話聞いていこうか。カンナちゃん。刑事さん、カンナが逃げ道を塞ぎます。緑さんにタッチしてください。すぐにタッチしてもな、時間ギリギリ、なんかブービーなんて言った、あ、ブザービートです。それこそさ、刑事さんが今この場でパッてタッチしてもさ、その時間制限内に緑にさ、タッチされちゃったら意味ないと思うのね。だからブザービートみたいな感じで、0秒ぴったりぐらいのさ、残り1秒ですぐらいを狙っていかないとダメな気はするんだけど、とりあえずちょっと、レコさんの話も聞こう。情けなんてかけなくていい。撃て、刑事。いや、撃つのはちゃうねん。それはただ復讐にしかならないねん。武器になりそうなものは、探すにゃん。銃は危険だよねーと思いながら、ちょっと待ってよー。じゃあ銀くん頼むわ。にゃんにゃんにゃん。あ、スコップ、見つけたわ。これを使うにゃん。壊れたスコップを手に入れた。ダメだ、これじゃ武器にならない。もういい、もっとマシな武器探すにゃん。あ、もう一回探してくれんの。緑と刑事は睨み合っている。ダミーズの皆さんも協力を。待てよ、この鬼ごっこで本当に緑が死んじまったら俺たちはどうなるんだ。それは、ち、一致団結とか言っといて、刑事は本気で殺しにかかってるしよ。でも負けたら刑事さんが。壁にかかってるかがり火を武器に使えないかにゃ。いや、撃っちゃダメだな。ちょっととりあえず、じゃあカンナちゃんに頼んでみるか。ダメです、動きが速くてまずカンナがついていけません。もっとみんなで力を合わせなきゃダメです。は、緑と刑事は睨み合っている。刑事さん、怒りに任せて突撃してもいい結果は出ないよ。緑は刑事に向かって落ちていた人形の頭部を蹴り飛ばした。直撃した刑事さんはバランスを崩し転倒した。刑事さん。くそ、緑。
刑事さんはまともな状態じゃない。私が落ち着かせないと。落ち着かせるけど、ちょっと待って。緑は俺を意識してねえぜよ。死角から近づいてやるかじゃ。お願いします、車田さん、一緒に緑さんを捕まえてください。落ち着かせよう。ありがとう、まだやれる。緑と刑事は睨み合っている。いい加減一緒に戦ってくれにゃ。ダミズ、ふざけないで。私たちの命はどうなるのさ。いやー誰一人として協力してくれねえ。いや、車田さんならなんとかなるかもしれない。ちょっと響いてた気がする。カンナちゃん頼んだ。車田はカンナの動きを封じた。なんで何をするんですか。仕方ねえだろ。やめて、もし負けちゃったら刑事さんが。あ、カンナちゃん、もう諦めてサラちゃんにでもタッチしたら。刑事さん、なんとかしてタッチしてください。いやー、じゃあ九太郎さんお願いします。近づいたぜ。大丈夫だ、バレちゃいねえぜよ。いいタイミングで指示をくれぜよ。足止めしてやるっちゃ。なるほど、緑と刑事は睨み合っている。やっぱり協力なんてできないよ。死にたくない。みんなもうやめてよ。アンズ、十分緑の近くまで来たぜよ。掴みかかってやるっちゃ。頼む、捕まえたぜ緑、逃がさねえ。わ、ちょ、九太郎は全力で緑の動きを止めている。緑は九太郎に足を掴まれている。刑事さん、タッチして。あれ？やりました！刑事さんがタッチ成功させました！負けちゃったか。君たちは本当に予想を超えていくんだね。みんな離れて、緑にタッチされるな！最後まで徹底してるね。ねえ、刑事さん。勝ったあなたに、トラウマを克服するチャンスをあげるよ。死者と向き合う。そういう意味でも、アスナロは人工知能を作ってるんだ。まさか。ほら、ちょうど足元にいるよ。やめろ、やめろ、やめろ！やめろ！まだ無理だったかな。緑は動揺する刑事を思い切り突き飛ばした。棺？ね、ちょうどいいところに僕の棺があったね。出せ、緑！いや、刑事さん、刑事さん！ねえ、いいこと教えてあげようか、サラさん。この棺にはすごく便利な機能がついててね。なんと、その場で仮装できちゃう棺なんだ。は？
焼かれるってこと？もうタイマーは進んでる。早くしないとステーキになっちゃうよ。出してよ、おまわりさんが死んじゃうよ。そこでフロアマスターとしての提案なんだけど、僕鬼ごっこの負けイコール死とは言ってなかったんだよね。君がもし僕のお願いを一つ聞いてくれるなら、刑事さんを助ける方法を教えるよ。お願いってなんだよ。言ってみろ。お願いって何？あの同意書にサインしてもらう。あの一枚は最後の一枚。君に書いてもらうことで完成するんだ。最後の一枚。絶対何かある。しかし、他に選択肢があるのか？刑事さんを救う方法は他にない。あとは君の選択次第さ。刑事を救い、お願いを聞くか、刑事を殺して自分を貫くか。好きな方を選びなよ、サラ。君が死ね。多数決デスゲーム。うわぁ！なるほど！ここで最終章前編 A パートが終わるんだ。これで、進むを押したら、最終章前編 B パートに進むってことでよろしい？わぁ、マジか。進みますけどね。これ刑事さんかな？暗い。いや、そうだな。ここは、どこだ？あ、え？あ、ここから出たい。私が警察官を目指した理由？そうね。探し物、かな。出せ。この檻から。生まれてくるガキの名前？やっぱり、情に熱い男の名前にしてやりてえよな。早く、早く、この暗闇から、出してくれ。俺をここから出せ！落ち着けよ、刑事。簡単に拳を握るなって、教えたよな。なあ、刑事。ついに刑事さんの幻影現れたか。え？あ、刑事さん？棺は静かになった。刑事さん？やれやれ、ようやくおとなしくしてくれたよ。よっぽど処刑が怖いんだね。どうしてこんなことに。刑事さんは緑との戦いに敗れて中央の棺に閉じ込められてしまった。ダミーズたちは自分の命がかかっているせいで協力できなかったんだ。そのせいで今私たちとダミーズの間に溝ができてしまっている。どうしたら。みんなと仲良くしたいけど、できないよ。
まる。君は話そうとしてくれたよね、一回ね。告白なんですかって茶化した時さ、多分このこと言おうとしてくれてたんだと思うんだよ。俺たちダミーズは、そのペアの相手を殺さないと死んでしまうっていうことを。それを、サラちゃんに言うかどうか迷ってたから、ランマルくん。それにアスナロの人間がいるっていうことも教えてくれた。というか、その話を聞いて、裏切り者がいるって自然に思っちゃってたけど、もしかしたら私たち全員が、アスナロの人間なんじゃないかって、その元々そのアスナロ出身というか、アスナロで育てられてた子たちだったりするのかなっていう。だからアスナロの人間がいるっていうのは、その、全員、そのダミーズ生存者含め全員がアスナロの人間ってことなんじゃないかって思ってるんだけど、それはちょっとまだわかんないけどね。ただの推測ですけど。刑事マイさんは微動だにせず停止している。ふん。私たちは悪くないわ。このままじゃ、本当に刑事さんが処刑されてしまいます。どうしたらいいね、アサラ姉ちゃん。おまわりさんを助けないと。ダミーズが協力してくれてりゃ、こんなことにはならなかったってのに。どうしてこんなことに。緑は楽しそうにこちらを見ている。中央の棺には刑事さんが閉じ込められている。ダメだ、開かない。5階のさ、図書館の奥にある制御室みたいなところの右側のモニターに、なんかこの棺を動かせそうな機械があったんだよ。それ使うんじゃないのかな。会話しようか。ダミーズたちとの仲良しごっこもこれで終わりだね。刑事の救出方法を聞く。刑事さんを棺から出して。だからさ、救う方法はたった一つだけだよ。これにサインすれば教えてあげる。内容を教えてくれ。待ってくれ、こんな内容もわからないのに。悩んでる時間はないよ。すでに棺の処刑タイマーは動き始めてるんだ。この砂がすべて落ちる頃、火に焼かれて死ぬ。刑事さんのステーキの出来上がりだよ。やめて。楽しみだ。この新品、僕も使うのは初めてだからね。どんな風に死んじゃうのかな。処刑なんて絶対ダメ。ダメだけど。なら聞かせてよ、君の答えを。さあ、どうするの？緑は、本気だ。あの同意書は、つまり、どんなことが書かれてても従います。その意思表示、奴隷契約なんだ。いや、うわー、いや、ひどいよー、ひどいよ。でも、今まで私の実況を見てきてくれた方ならわかるでしょう。どっちを選ぶかなんてさ。見捨てるわけねえだろ。サインするわ。わかった。書くから、早く、刑事さんを助けて。私にはこれしか選べない。こんな紙一枚でなんとかなるなら、私は。あれ？
させねえよ。ランマル。ランマル。破きやがった、ランマル。どういう意図？おまわりさんを助けたくないとかではなくて、サラちゃんにこのサインさせないため？